ビザ、キャッシュ、アップ、RB は、ベッドブルのサテライトチームとして、若手ドライバーの発掘や、トップレベルの F1 チームへの昇進の橋渡しを担っている。これは、ベッドブルが、自身のジュニアプログラムを通じて、才能を発掘し、トロロッソ、後のアルファタウリを経由して、メインチームへと昇進させる戦略の一環だ。姉妹チームは、若手ドライバーが、F1 での経験を積むための環境を提供し、彼らが、将来的に、 メインチームで成功を収めるための土壌を提供する角田裕希がビザ、キャッシュ、アップ、RB に在籍している背景にはホンダとの関係が大きく影響しているとされているエディ・ジョーダンによればホンダが日本出身のドライバーを F1 グリッドに送り込みたいとの要望がありそのために角田がレッドブル関連のチームに所属しているとされているこのような要請により角田はレッドブルの主力チームへの昇格の機会を得られないが ビザ、キャッシュ、アップ、RB に止まっているとされている。一方で、レッドブルは、過去には、トロロッソとメインチームとの間で、ドライバーを頻繁に交換してきた歴史があるが、角田に対しては、このパターンが適用されていないことが強調されている。彼は、ホンダの要請によって在籍しているとされつつも、主力チームへの昇格の機会が与えられていないとの指摘がなされている。2024年は、角田にとって、 RB アルファタウリでの4年目となり、彼は、自身の実力を示す、重要なシーズンに直面している。彼のコメントからは、新シーズンに向けての期待と、車の性能向上によって、トップ10での競争が可能になるとの意気込みが伝わってくる。これにより、彼は、将来的には、メインチームへの昇格を目指していることが伺える。コメント、エディ・ジョーダンがコメントしています。角田選手に対しては、いいコメントでしょう。 ホンダが日本出身のドライバーを F1 グリッドに送り込みたいとの要望があり、そのために角田がレッドブル関連のチームに所属している。というところは角田選手の希望でレッドブル昇格を狙っていると思っていますが、ただレッドブルは過去にはトロロッソとメインチームとの間でドライバーを頻繁に交換してきた歴史があるが角田に対してはこのパターンが適用されていないことが強調されている。 その通りでしょう。今年は、マシンも良くなり、上位を目指せるチャンス。結果を出して、飛躍の足がかりとなるように祈っています。